ふう、穏やかな午後だな。小石よ、近所の土手に行ったら桜が咲いていたぜ。しかも満開。もうお花見の時期なのか。あら、マリサ、気づいたかしら。そうなのよ。もうそんな時期なのよ。ほらほら、春なんだし咲いていて当たり前でしょう。テレビでもネットでもよく春関連の話題が溢れているわよ。近所の土手にも咲いているわけね。そうそう、青空横丁ではあまり桜が咲かないと言われていたの。でも今年は何年ぶりとなる開花の時期、地方記事でも話題になったわけよ。私たちの住んでいる町がこうして特集されるなんてなかなかないわ。それに桜という話題をかっさらえそうなものだし。なるほどな。いやー急に満開で咲き乱れていたからびっくりしちまった。そうか、春か。通りで朝からすげえ眠かったわけだ。陽気な雰囲気だし、あたりもポカポカ。寒かった冬は去ったのだな。これからはだんだんと暖かくなるわよ。それでそれの桜を見てうっとりしたんでしょ。さすがのマリサも桜を見て、驚きを隠せないんでしょ。そうだな。儚いというか大きな木から咲いているんだぜ。SNS に写真をあげれば間違いなく映えるだろう。そうだな。まあ、今朝からメリーさんからも写真が送られてきたし、あちこちで桜を見て楽しんでいるかもね。青空横丁ではとっても珍しいから。そういえばここへ来る前に小さい子供をあちこちで見かけたんだが、今日は何かあるのか？何でも家族を連れて、スーツを着て、何か手に持っていた。気になるぜ。卒業式じゃん。だから卒業した子供たちが多いのよ。来月からは新しい生活も待っているし。卒業式？なんだ、そりゃあ、どこかの民族が行う儀式のことか？違うわよ。卒業式とは高学年の子供たちが学校を卒業する。それが卒業式なのよ。この季節になると別れと出会いが交差するの。卒業して新しいところへ旅立つ。卒業式では長かった。学校生活とお別れをし、旅立っていくの。出会いがあれば別れもある。ドラマとかでも見たことがあるでしょ。なるへそ。そうだったのか。しかし私は学校というようわからん怪しげな財団が管理してそうなところに通ったことがねえからようわからんのよ。あらあら、マリサは学校に行ってないのね。学校に行けばそういう出会いと別れがあるのよ。懐かしいな。学校生活で青春を味わった。あの頃、この季節になるとついつい思い出しちゃうのよね。解雇する瞬間ってまさにこの時なんだね。おいおいおい、話を置いてけぼりにしないでくれ。小石、青春ってようわからんワードを使ってやがるが、学校こと卒論式はそういうものなのか？卒論式って何よ。卒業式よ。学校生活って時には尊く感じる時もあるのよ。あの時は嫌で仕方がなかったけど、いつか思い出すとまたあの頃に戻りたい。本当に不思議な人生の歩みだよね。ふーん、しかし私は学校に通ってなかったんだ。そんな話を聞いても楽しくないぜ。なあ、小石よ。私も青春とやらを味わいたい。どうやったら青春は手に入るんだ。教えてくれ。青春は手に入るものなんかじゃないわよ。それに青春は思い出作りをすることで体験できるし、作ることができる。簡単じゃないけれど、努力と苦労も必要なの。ま、青春というものを感じられているかどうかはあなたがどうこう思っているか次第だし、より印象に残っていて、懐かしむことができるような出来事や思い出があれば青春だったなぁと感じられるわ。とまあ、マリサ。私がそう感じられるような漫画を紹介するわ。それを読めばリアルで体験するより漫画で体験できるかもしれない。なるほど、漫画か。そういえばそういう系の漫画も一度も読んだことなかったぜ。読んでおくか。えへへ、漫画の中でも青春を感じられるとい
読んだぞ。ベロベロになるくらい読んだぜ。なんちゅう汚い読み方してんの。私の本を汚さないで。小石よ、お前から借りた本を読んで私はいても立ってもいられない状況にいるんだぜ。なんだよあのクソ熱い展開はよ。手がしびれたぜ。あの漫画は熱血漫画なのだけど最終回はまさかの感動的なラストで片付くの。ああいう熱血漫画はギャグ路線だけど意外なところで涙を奪ってこようとするんだから度肝を抜かれたわ。ああ、まさにその通りだぜ。お前の言っていた青春ってもんがちっとは分かった気もする。私もスクールライフを謳歌したい。漫画を読んだおかげか。学校っていう施設がどういうところなのか体に染みついたんだ。そして青春をぜひ自分でも味わってみたい。いきなりすごいことを言うわね。確かにああいう漫画を読んだら体験したくなるけど、リアルぜ。ぬわーんだっと。まさか私は学校も行かないまま人生を卒業して悲しみに嘆くことしかできないガールとでも言いたいのか。小石、お前にしか頼むことができん。私もああいう青春を体験したい。お願いだ、わがままフェスがこのまま来年の2024まで続くかもしれん。頼むから、この通り。動画のためにも。珍しくわがままになるわね。仕方ないわね。私、学校じゃないけどそういう感じの施設、知っているわ。おお、どこでもいいから紹介してくれ。私じゃあ探そうにもできん。そこは、疑似体験できるところで最近話題となっているの。もちろん青空横丁にもあるわ。参加するなら無料だし、気軽に受けられる。そうか、卒業してしまった税のための救済処置だな。私も青春とやらを味わいたい。なら受けるしかないぜ。このスプリングスクールに体験入学しに来た子かしら。随分と大きいようだけど。ああ、そうだ。私は青春ってものを味わいたくてここへ来たんだ。確かにもう卒業しているレベルかもしれんが、味わいたくて。えへへ、わかるわ。先生もね、このスクールに来てくれる子を見るとそう思うことがいっぱいあるのよ。だからね、青春を味わいたいという気持ちは心のどこかにきっとあるの。青春を味わいたくて、ここへ来たんでしょ。それなら頑張ってもらわないとね。それじゃあ、まずは簡単な自己紹介をしてもらおうかな。私はケイネと言います。ケイネ先生と呼ばれているわ。自己紹介か、まあ、初対面だもんな。マリサというものだ。学校がよくわからんのでな。それでも青春というものを味わいたくて。だからここへ来たんだ。マリサちゃんというのね。覚えたわ。あなたにはこのスクールで疑似体験してもらうわね。おう。それで先生、青春はどうやったら青春って感じられるんだ。教えてくれ。あなたはまだここに来たばかりよ。すぐに感じられるはずがないわ。まずはたくさんの勉強をして、スクールライフを謳歌しないと。で、勉強？いやいや、私は青春を。さあ、マリサちゃん、席に座りなさい。今から先生が授業を始めるわ。休み時間も終わったことだし。ちょっと待って。ふふん、マリサちゃん、最初に授業を始めるわよ。ほら、ぼさっとしてないで前を見る。あれ？先生、なんか雰囲気変わってませんか？というかなんか人間離れしているような。先生のことは気にしなくていいから授業に集中しなさい。ほら今から国語の授業を始めるわ。国語といえば地理や歴史。いろいろと知っておこうね。はあ？私はただただ青春がしたいだけなのに、なんで授業を受けているんだろうか。お疲れ様。なかなかだね。国語の算数も頑張ったね。次は理科の授業よ。とその前に休み時間よ。ゆっくり休んでね。それじゃあ、先生が戻ってきたら理科の授業を始めるからそれまでに教室に戻ってね。はあ、やっと終わったか。しかしこの時間が終わればまた授業。私の想像していたものと違う。これじゃあ青春なんて味わえないじゃないか。私はただただ青春を味わいたいだけだ。なのに授業なんて受けるなんてまっぴら嫌なんだ。疑似体験はいいから、青春だけでも。理科の授業。どうせカエルの解剖とかそんなものだろう。はぁ、なんでこの私が、もう一層のこと、授業なんて放置してそのまま帰る。おっと、
カエルの解剖の下りでなんとなく言葉に出てきたのだが帰ればいいじゃないかという選択肢。そうだな。やりたくもないことを無理にする必要もない。それに違っていたものなんだし、そりゃあ苦痛に耐えるまで体験したくないわな。ぐっひ、需要も変わり映えもしないしいても退屈なだけだ。このまま帰るか。先生のことはもう気にする必要もない。スタートダッシュで帰るとするぜ。マリカちゃん、何やってるのー。休み時間、終わっているわよ。なんで外に出ているのかしら。ほら、教室に出なさい。次は理科の授業よ。先生、言ったわよね。戻る前に教室には戻ってなさいって。ダメじゃない。言われた通りにしなくては。いや、その、空気がただ吸いたくて。だから、その、そんな言い訳がまかり通るとでも思っているのかしら。さあ、教室に戻るわよ。授業をボイコットなんて許さないからね。いやだー。私は、ただ授業をしたいだけなんだ。それなのに、私は純粋な青春をしたい。青春を、楽しみたいだけなのに。なんでなんだよー。うわーん。そうだったんだね、先生。てっきり本当に普通の授業をしたくてここへ来たのだと思ってた。理由も聞かずに、ごめんなさいね。マリサちゃん、落ち着いて。先生、聞いてあげる。マリサちゃんのしたいことを。だから、その青春をどうしたらいいのか先生に述べてみてごらん。ぐす。うぐ。ぐす。マリサちゃんの青春、必ず先生が作ってあげるよ。だから何でも述べてみて。こうしてマリサは本当に青春を体験したそうなんですって。青春。そんな一生の思いがずっと残れば、いいかもしれないわね。その後、マリサは無事に卒業をしました。